アランカは、モロッコの白亜気候期の地層から発見された、大型翼竜の属の一つ。模式種アリンカセハリカのみで知られる。属名は、ペルシャ神話に出てくるシームルグの一つで、フェニックスに似たアランカという怪物に由来する。種小名は、サハラのという意味である。2008年4月から12月にかけて、モロッコのケムケム層で、地元の探検隊による調査が行われ。 数種類の異なる抑留の化石が発見された。アランカの標本は断片的であった。化石が見つかったのは、東津の北東1 0トルにあるベガー村近くのエフェルディウェヌシャフトという場所である。ホロタイプアランカは前上顎骨と下顎骨の断片と、おそらく頸椎とされる断片的な骨のみで知られる。もし機種はアランカサハリカ。 これら二つの断片は1999年に分類不明のプテラノドン類としてビュフェトーラによって記載された。それから三つの追加の顎の標本が2010年にイブラヒムラによって記載された。くちばし状の顎はまっすぐで尖っており、アズダルコカのケツアルコアトルスやチェージャンゴプテルスに似ている。この顎をもとに近縁の種のプロポーションから推定してアランカサハリカの翼会長は およそ4メートルと見積もられた。しかし、イブラヒムと学生によると、脊椎はもっと大きい個体のものであることを示し、翼会長は約6メートルになったのではないかと指摘されている。新たなくちばしの断片が2015年に CEF、アリンカとして記載された。この断片は、顎の開閉に関わる2つの骨突起を有し、以前からアランカとされていた顎の隆起と一致している。 これらは、この抑流における、異常なほどの機能的特化を示唆する。考えうる機能には、ビジュアルディスプレイ、軟組織の付着部、そして硬い殻を持った獲物の粉砕が挙げられる。ありがとうございます。